ブラディミル・ラドマノビッチは、セルビアのプロバスケットボール選手。元 NBA 選手。ユーゴスラビア連邦ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共は、国トレビニエ出身。ポジションは主に、スモールフォワード。セルビア人の血統である、彼は、ユーゴスラビア・ボスニア・ヘルツェゴビナのトレビニエ地方の町、トレビニエで生まれ、その後地方を転々としながら育った。NBA 入り前は、 ゲンセルビアのベオグラード等のクラブチームで力をつけていった。2001年の NBA ドラフトにおいて、シアトルスーパーソニックスより全体12位指名で NBA 入りを果たした。3年目の2003から04シーズンには12得点と5.3リバウンドと飛躍し、n b a シックスマン賞の候補にも名前が挙がった。ソニックスには5シーズン在籍し、 ベンチスタートから3ポイントシューターとして、好成績を残した。チームは6年4200万ドルの長期契約を求めたが、ラドマノビッチがこれを拒否し1年契約の後に FA になることを選択した。理由は控えメンバーであったため、2006年2月、クリス・ウィルコックスとのトレードでロサンゼルス・クリッパーズへ移籍。3ポイント成功率41.8%に、 加え5.7リバウンドと9大点の成績を残した。しかし、その後クリッパーズとは契約延長せずファンシーズンのみの在籍であった。2006年オフシーズン、FA となりロサンゼルスレイカーズとミッドレベルの上限額で契約。トライアングルオフェンスにおけるシューターの役割を果たす。彼はフィル・ジャクソンのお気に入りの選手でもあり、近年は先発出場も多くなっている。 2007年2月18日、レイカーズからラドマノビッチがオールスターブレイク中にユタ州パークシティで氷の上で転倒したことにより右肩を脱臼し全治2ヶ月の怪我を負ったことが発表された。しかし2月23日に実際には契約で禁止されていたスノーボードによって負傷したことが発覚。3月1日にレイカーズはラドマノビッチに対し、 年俸の10分の1に当たる50万ドルの罰金処分を課した。2008年には NBA ファイナルに進出。ボストンセルティックスのポール・ピアースとのマッチアップでは、ディフェンスでファウルトラブルに陥り、満足な仕事ができないまま敗退した。2008から09シーズン、レイカーズにはスモールフォワードの同ポジションに、ラマー・オドム、トレバー・アリーザ、ルーク・ウォルトンなどとポジションを争った。 2009年2月7日にアダム・モリソン、シャノン・ブラウンとの交換トレードでシャーロット・ボブ・キャッツへ移籍した。2009年11月16日、ラジャベルと共にスティーブン・ジャクソン、AC ・ロートのトレードでゴールデン・ステート・ウォリアーズへ移籍した。2011年12月9日、アトランタ・ホークスと1年契約を結んだ。12月26日の試合では27分間の 出場で17得点、4スティール、5アシストの活躍を見せた。2012年7月14日、シカゴブルズに移籍。シーズン終了後に引退を表明した。ありがとうございます。